あ、じゃあまあいい心がけだ。指導料は200円だ。お願いします。毎度あり。ではちょいと耳を拝借。大丈夫、騙されてないよね私。あ、どうも。もう先に行ったんかと思った。ぐっすり眠れたか？まあまあまあ、いい感じに。よう、偽りの信用様を崇めるのは時間の間で誘ったか。何？あ、こっちに寄ってきたんかと思った。なんか可愛い子がおる。何が宇宙の時間を使ってる信用様よ。宇宙と空間を生み出した私たちの信用様こそが本物なの。ふん、無限に空間があっても使いこなせねえくせによ。これ席。会ったことあったっけ？わからん。おや、そちらは時間を有効に使っているとでも言いたそうな口ぶりだな。へっ、約束の時間を守れたとは、感心じゃねえか、真珠団よ。いろんな丸々団がおるね。無駄に広い空間にもてあそばれて、迷子にでもなっているかと思ったぜ。真珠団。は？空間は神王様が私たち真珠団にくださったもの。いわば世界の根幹。迷うわけない。まあまあ、喧嘩はよせよ。やめた。おめえとの無駄な口論こそ、時間の村そのもの。神王様に怒られるってな。さ、電木の旦那に会いに行くぜ。は？ふっかけてきたのはそちらだろう。騒がしいな。相変わらずだな。今の二人、男は時間を大事にする混合団の長関。あ、混合団。うんうん。少女は空間を世界の根幹とする真珠団の長海。二人が会うとああやって張り合うのさ。何しろ先代同士が争っていたって話だからな。まあいいや、あいな。団長が呼んでいたぞ。早く団長室に行った方がいい。さっきの二人も団長室に行ったんよね。この後知り合う感じですね。もう私の噂は聞いているかしら。空から落ちてきた特別なやつという。上か？ん？てかなんかサブクエもあるな。至る所にあるじゃねえか。どうも。あら、あんたいいところに。みんなさ、なんか話しかけてからこっち向くまでめっちゃ時間ない？ラグが。ねえ、漬物石を探しているの。手伝ってくれないかい？壺の上に収まる大きさと、しっかりつけるための重さは大事だね。あと、壺から動かすのは重いからね。自分でどいてくれると最高だよ。どういうこと？自分で？そう。獅子の高台にいるという石豚が気になるんだよ。私は家に戻るから、捕まえたら教えに行ってちょうだい。持ってるよ、今。程よい漬物石。石つぶてを漬物石代わりに使うんすか？動くし、まあ。でさ、家ってどこですか？どこなんすか？あれ？下の階か？お、上と下。団長ってもしかしてあれ？電木さんがどの人か把握できてないんですけど、私。いや、この人ではないね。マークついてない。こっちでもないな。これ依頼のやつか。何この部屋。何これ、なんかポケモン。あ、ミジマルがおった。なるほど。あれ、あの一番上か。あ、団長って言ったけん、あれか。なんか一番偉そうな感じの人かな。あ、おったおった。みんな勢揃いで、新人がめちゃくちゃ遅く登場したけど。電木の旦那、バサギリはどうするんだい？神王様に仕え、戦っていたポケモンの子孫とはいえ、許しがたい暴れっぷりだぜ。めっちゃ目でかいね、君。席よ、いきなりだな。時間は貴重。もったいないことはできねえ。では、新時代の大事なキングに対してどうせよと。キング？新時代のキングだからな。俺たち混合団は手を出すね。あ、その、暴れよるバサギリっていうのが真珠団が崇めとるやつってこと？出したら先代の時みたいにまた争いになっちまうからよ。あ、一応なんかちっちゃい喧嘩はするけど争いたいわけではないんやね。だけどよ、旦那のところも怪我人が出たんだろ？ほっといていいのかよ。
では真珠団が崇めるキングを私たち真珠団自身で倒せ。そう言いたいわけか金剛団。ん？思ってるけどよ、口に出して言ってないだろ。一緒だバカ。そもそもキングであるバサキリが荒ぶる暴れる理由が謎だからね。それ俺も気になる。金剛団の歴史でも初めてだからよ。やっつけるわけにいかんやつが暴れまくりよるってなんかすげえめんどくさいね。来ていたのか。あ、めっちゃ注目された。どうも。アイノだ。調査隊の新入りとなる。その名前ヨネから聞いたぜ。怪しいに好かれたんだってな。そうか、あんたが時空の裂け目から起こしてきたすげえやつなのかよ。あ、なんかいい人そう。俺は関、金剛団リーダーの関だ。オサってのは古くせえから勘弁な。時空の裂け目の向こう、新王様がいるやもしれない空間から来たというのか。私はカイ、新時団を率いる新坊エイラオサだ。本当に裂け目を通ったのか。どうにも疑わしいんだけど、こっちはオサでいいんやね。なるほど、なんか見た目的にギャルっぽいけど違うんや。どうだろう、まずはこの者にバサギリの調査をするというのは。裂け目から落ちてきたという怪しい新入りにバサギリの調査を。おめえも長としては新人だろうが。あ、そうなんや。まあ、若いしね。長として寛容なのは年数ではなく、広大な翡翠の大地を恐れぬ心だ。だったらよ、新入りでもいいじゃねえか。いいぜ、天木の旦那。あんたの話に乗った。ふんふん。ボールでポケモンを捕らえる銀河団のお手並み、拝見しようや。ん？他の、〇〇団たちは、ボールでポケモンを捕らえないの？それが気に入らない。新王様はポケモンが暮らすため、翡翠の大地をお作りになられた。私たち人間はポケモンの友であり、上下の関係など不要なのだ。銀河団がボールを用いるのは支配ではなく共存のため、まずは任せていただきますぞ。一応、いろんな団の、なんていうん？すべてをまとめる感じというか、が伝木なの？あゆなよ、任務だ。バサギリを調査せよ。はぁ、よくわからんけども。空から落ちてきたお前を怪しい者はそれなりにいる。信用を得るため、粉骨再審働け。働け。荒ぶり始めた森キング。おうよ、時は急げってな。森キングバサギリは、新王様より力を得たポケモンの子孫。その強さは他のポケモンに比ではない。でも、ん？あれ、何やった？誰やった？あ、あれか。親分はそれじゃなかった。あ、そういうことか。あいつではないって言ったのは親分のこと。新王の加護を受けたどうのこうのっていうのが親分ではないってこと？怪しいしの方か。私たち銀河団は後から翡翠地方にやってきてよそ者だ。金剛団、真珠団とは揉めてはならぬ。わかるな？あ、そういうこと？よそ者なんや。おお、びっくりした。あゆな、団長の任務について話す。調査体質に来たまえ。ここで話せばいいじゃねえか。いちいちいっぱい移動させるな。広いんよね、ここ。なんでしょう。びっくりした、誰かと思った。来ましたよ。アイナくん。お？ラベン博士、お話を。アイナくん、君はバサギリのこと、荒ぶる理由を含めて調査するんですね。ですがバサギリは強いです。バサギリに襲われた警備隊がモンスターボールを投げたのですが、全く捕まる気配はなかったとのこと。気性が荒いのとも違うようです。操られとるってこと？確認する。極めて危険な任務だが、受けるのだな。受けざるを得ない雰囲気でしたよ。もちろん、です。よろしい。君に情報を提供する。金剛団、真珠団にとって、キングと呼ばれるポケモンは、神王様のお使い。キングが好むとされる場所。キング場にお供え物を下げ、感謝する祭りを行うという。では、バサギリへのお供え物の材料が分かれば、何かしらの対策になるかも。何？それに気を取られよるうちに、みたいな。あゆな、話があるんだよね。
何追いかけてきたの？いいか、時空の裂け目の向こうは神王様がいるかもしれない世界。そして金剛団が崇める神王様は時を司る存在よ。もう一人の女の子は？あんたが時空の裂け目から落ちてきたということは時を超えた可能性があるってことだ。うん、そうだと思う。そんなすげえあんたに頼みたい。バサギリだが、調査はもちろん、とにかく沈めてくれねえか。そのつもりよ。関さん、今まさにその話をしていたのです。お、あんたが噂の学者先生だな。今度いろいろ教えてくれよな。この人超フレンドリーやね。で、さっきの続きだ。森キングバサギリは、真珠団が崇めるポケモン。あいつら真珠団としては、てめえたちで何とかしたいだろうし、銀河団には頼みづれよな。それに俺たち金剛団も同じ悩みを抱えているのよ。遠い山では金剛団がお世話するキングも荒ぶり出してよ。おう、マジか。確かに金剛団と真珠団は揉めていた歴史がある。だがよ、同じ翡翠で暮らす以上、問題はみんなで解決しないとな。ふんふん。この人がリーダーやったら、この金剛団はなんか大丈夫そうな気がするよ。あ、そういえばヨネさんも金剛団やったっけ。ただ強いポケモンと戦えるようなすごい奴はそうはいない。あんたが頼みの綱なんだよね。バサギリがいるのは奥の森の先、巨木の戦場。キャプテンの名前はキクイ。キャプテン？キャプテンって何？頭の切れる子だが、ちょいと間抜けなところもあってね。大好きなバサギリのことなら、聞かなくても何でも話してくれるさ。とにかくよろしく頼んだぜ。あんたなら大丈夫。じゃあな。そのキクイとかいう人の指示を仰げってこと？言いたいことを言ったら消えた。時間を大事にするってそういうことか？ま、でもそんな慌てた感じではなかった気がするけど。関さんたちの言う通り、バサギリを調査するんでしたら、居場所に向かうのが一番ですね。巨木の戦場なら、できたばかりの高台ベースから向かうといいぜ。あと、放牧場で耐えれるポケモンを選んでおくのも大事だな。ふんふん、了解。とりあえずさ、私、石つぶてを渡したいんだ。材料を拾えなかった。ポーチがすぐいっぱいになる。お前さん、そんな経験があるなら、俺の話を聞きな。損はさせないぜ。何ちょっとかっこよさげな感じで登場して。どうも。収納術を学べば、さらに多くの道具をポーチにしまえるぜ。どうだ？収納術を学んでいくか？あ、じゃあ、お願いします。いい心がけだ。指導料は100円だ。安っ、お願いします。毎度あり。では、ちょいと耳を拝借。お、アイナ、ポーチに道具を一種類多く収納できるようになった。へえ、すごいちまちました感じやね。一種類なんや。まあ、100円やし、そんなもんか。ほらよ、収納次第でたくさんの道具が入るだろ。ポーチにもっと道具をしまいたいなら、一段上の収納術を教えるぜ。あ、じゃあまあ。いい心がけだ。指導料は200円だ。お願いします。毎度あり。では、ちょいと耳を拝借。大丈夫、騙されてないよね、私。そしてまた一種類多く。ふんふん。ね、とりあえずまた今度で。道具をあと一個拾えるかどうかで命を拾うかもしれないぜ。またじゃあお願いします。家は一体、ちょ待って。ポケモン図鑑じゃなくて、任務リスト、サブ。これこれ、程よい漬物石。村人の雪絵。どこかしら。雪絵さーん。わからん。わからん。雪絵さんじゃないっすよね。どっかの家って言いよったけん。あの辺か？くっ、渡ろうと思ったのに渡れんかった。くそ。とりあえず、あ、こっち、橋ないんか。で、こっちから、渡っていって、向こう側に家があるんかな。雪絵さん、雪絵さん。なんか村結構広々しとるね。ここかな？
あ、おったおった。石つぶてを私に譲ってくれるのかい？はい、どうぞ。これ牧場におるポケモンも選べるってこと？めっちゃいいやん。はい、どうぞ。渡します。あらあら、まあまあ。石としか言いよろない外見。程よい重さ。完璧よ。ありがとうさん。これで美味しい漬物が作れるわ。石つぶてはもうここから動けないの？程よい漬物石、達成。めっちゃ浮いとるけど大丈夫な。ありがとうさん。これで美味しい漬物が作れるわ。ねえ、めっちゃ浮いてますよね。全然置けてないけど。それで満足なの？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まぁ、ちょっとずつサブクエもこなしつつ、でもサブクエはね、多分、パパッとその場で解決できんようなこともすごいいっぱいあるんよね。で、まぁ、メインを進めつつ、サブクエも地道に地道に、頑張っていこう。